るじょ、知るじょ、わかるじょ、ちくじょ。どうも皆さん、こんにちは。編集長の庄島です。入試まで残り少なくなってきましたね。どうでしょうか、皆さん準備進んでますか。まあ、この動画で筑紫女学園大学の入学者選抜についてですね、紹介していきたいと思います。資料請求でですね、入学者選抜要項が、請求できるようになってます。そちらを必ずですね、確認しながらこの動画も見ていただけたらと思います。それでは一緒に準備していきましょう。それでは、総合型選抜をこの動画では紹介していきます。筑紫女学園大学の総合型選抜はですね、CJ アドミッションポリシー型選抜、そして自己推薦型選抜1期2期が、ございます。そちらを見ていきましょう。まずは自己推薦型選抜1期から紹介していきます。選抜方法についてですね、出願期間、そして試験科目、配点、試験日はご覧の通りになっております。総合型選抜でまずポイントとなるところなんですけれども、試験科目にリーディングスキルテストというものがございます。こちらはですね、一般社団法人教育のための科学研究所がですね、開発した文章を正しく意味を理解して読み解いているのか、いわゆる読解力というものを測るテストになっています。このテストの詳細については、一般社団法人教育のための科学研究所のホームページをご覧いただくとですね、試験の例題なんかもチェックすることができますので、もしリーディングスキルテストの対策どうしたらいいのかなって思っている方はですね、先ほどのホームページからですね、例題などをチェックしてもらえたらと思います。そしてポイント、もう一つがですね、面接になります。30分程度と書いてありますが、うち、5分程度はですね、冒頭に自己 PR を含みますので、自分の言葉で、今までの活動の経験であったり取り組みからですね、得た力、能力であったり資質っていうものをですね、アピールできるように自分の言葉でですね、伝えるっていうことを意識してもらうことが大事になってきます。続いて自己推薦型選抜2期については、こちらになります。出願期間もですね、まあ、異なるっていうことはあるんですけども、基本的にはですね、1期と変わらないです。ただ注意が必要になってくるところがですね、初等教育コースのみですね、選考方法にプラスしてですね、グループワークが追加されておりますので、自己推薦型選抜2期は初等教育コースはですね、グループワークの件もございますので注意をしてください。はい、じゃあ自己推薦型選抜今1期2期紹介しました。そのポイントを見ていきましょう。先ほどもですね、お話したように自己 PR が5分程度入ってきます。これは志願理由書にですね、基づいたものをお話しください。続いて英語学科についてはですね、面接の中でですね、英語による質問がある可能性があります。続いて自己 PR をするときにですね、大きな例えば音なんかをですね、出すと、まあ、他の試験会場とかの妨げになってしまうということもございますので、口頭以外の手段でですね、自己 PR を考えているっていう方はですね、事前に入試の方にですね、お問い合わせしてください。でまた自己 PR の時のですね、機械、機器なんかに関してはですね、持ち込みは可能にはなっておりますので、出願の時にですね、事前にお申し込みをお願いいたします。続いてはですね、本学が指定する検定、例えば英検であったり GTEC なんかはですね、指定がございまして、それに関してはですね、加点をしますという制度がございます。この検定のですね、詳細についてはですね、入学者選抜要項をしっかり確認して、自分の検定が、まあ、加点の対象になるのかなっていうのはチェックをしてください。そして最後にあります、一般選抜特待生制度っていうものがございます。まあ、これはいわゆる授業料が全額免除になるような特待生制度で、これは前期選抜でまあ行われるものなんですけれども、例えば総合型選抜で合格された方はですね、こちらの前期選抜にですね、検定料免除でチャレンジすることができることになっております。ぜひチャレンジしていただけたらと思います。続いて CJ アドミッションポリシー型選抜については、こちらです。選考方法、配点についてはですね、書いてある通りなんですけども、この CJ アドミッションポリシー型選抜はですね、初等教育コースのみを実施になっておりますのでご注意ください。そして選考方法の中にですね、先ほどあったようにリーディングスキルテスト
というものも入っております。そしてこの面接の中にですね、自己 PR を3分程度含むようになっております。この選抜はですね、他大学をですね併願することができます。そして先ほど説明できませんでしたが、この選抜でですね一定の基準を満たした合格者についてはですね特待生として採用をいたします。この場合年間の授業料 100% が免除となる制度になっております。最後に受験者フォローという形で合格をされた方対象にですね入学前までにスクーリングを実施する予定となっております。そしてもう一つ、受験結果がもし不合格だった場合はですね、一般選抜を除く、そして初等教育コースのみにはなりますが、検定料免除でですね総合型選抜もしくは学校推薦型選抜をですね検定料免除で受験をしていただくことは可能となっておりますので、再チャレンジしていただけたらなと思います。この CJ アドミッションポリシー型選抜では事前の提出課題が2つあります。提出が必要な課題、その1、プレゼンテーション動画の作成です。テーマはいじめに関する自分の考えとその解決方法についてです。撮影方法や機材の指定などはありません。5分以内で動画を作成してください。提出方法は専用フォームから必要事項を登録し、案内に従って作成した動画をアップロードしてください。提出が必要な課題2つ目、プログラムレポートです。次の決められた3つのテーマについて書いてください。1つ目、あなたはどんな教師を目指すか。2つ目、目指す教師になるためにどんな力が必要なのか。3つ目、目指す教師になるためにあなたはこれからどうしていくかです。これらは出願書類と合わせて提出してください。最後に検定料と出願期間、試験日についてはこちらになってます。皆さんのチャレンジをお待ちしております。行くぞ、築城。